ことがあったなんて。ブロニお姉ちゃんが無事でよかった。はい、あの程度の敵は簡単に倒せますが、一般人が遭遇したら大変なことになります。ネゲントロピーは崩壊獣の彫刻が流通する闇市を現在調べている。発見次第その場所を制圧する。名手の方も彫刻の供給先を調べている。ある工房が製造していたことがすでに判明した。すぐに場所もわかるだろう。よかった、これ以上被害者が出ないといいな。ふん、あんな奴ら自業自得よ。危険な品を手に入れ、生きてないから安全だと言い煽っておいて、いざ危険な目に遭うと誰よりも先に逃げるやつ。その話、委員長から聞いたことがあります。確か将校竜を好むです。テスラ博士の方は平気ですか？毎日聴聞会がいくつもあるってアインシュタイン博士が言ってましたけど。あいつらが責任を私たちに押し付けようとしてるだけよ。そうはさせないわ。しかも今回は完全に向こうの問題だしね。何があったんですか？昨日あの件があった後、闇市の取引リストをもとに調査を始めたでしょ。で、ある議員がその買い手の一人だったことが判明してね。そのせいで国会が大慌てよ。コレクションを差し出せってみんな騒いで、しかもその議員コレクションを持って夜逃げしちゃったの。でもすぐにコレクションの彫刻が動き出してね。テレサが現場に急行してなかったら、今頃あいつの頭ガブッといかれてたかも。大変だったんですね。無事でよかったです。待って、どうしたんですかゼル？愚か者のジャック、パンプキンに目がないジャック。彼が大好きなパンプキンを持ち上げると、パンプキンは彼の頭にかぶりと噛みついた。あの大学生のアパートで見つけたチケットです。その裏に書いてあったんですが、これって偶然でしょうか？つまりその演目がバカ議員のことを予言してたってこと？さすがにありえないわ。いや、その可能性は排除できない。予言というよりこれは犯罪予告だと思っている。犯罪予告？例のチケットを分析したところ、微量の土壌が残っていた。そして土壌を分析した結果、それはアパート5キロ圏内の土壌とは一致しないことが分かった。つまりそれはあのアパートのものではなく、事件と関係する犯人とのつながり、さらには犯人がわざと残した手がかりの可能性すらある。ゼーレ、ブローニャ、今回交戦した暴走機構と崩壊獣は過去に遭遇したものとは違うと報告書にそう書いていたね。はい、動きが変わってて少し不自然な感じ。はい、動きが固く、攻撃もワンパターンで隙だらけでした。まるで何かに操られているような。テレサさんの方も似たようなことを言っていたよ。つまり最近の気候暴走事件と今回の崩壊獣彫刻の件がつながっているということだ。それなら前の現場に残っていた証拠が次の事件の犯罪予告だと考えるのも理にかなっている。もちろんただの偶然ならそれが一番いい。だがそれが事実なら、この一連の事件の全貌は僕たちの想像をはるかに超えているかもしれない。
ねえ、ボサ頭。あんた、何か気づいたんじゃないでしょうね。それを今からみんなに共有しようとしていたところだ。アパートで回収した人形の残骸の解析が完了した。人形の体内から、疑似律者コアの結晶を発見したよ。律者コア？そのエネルギーレベルは、通常の律者コアの足元にも及ばないため、今まで観測されなかった。それ自体の脅威は小さいが、最悪の事態を想定しておかなければならない。新たな崩壊の襲来をね。それってあれが律者ってこと？まだ確定はできない。だが僕の考えが正しければ、今後も似たような結晶を発見するはずだ。それが僕たちをこの事件の真犯人に導くだろう。もしそれが本当なら、裏でこんな小細工ばかりする律者なんてかなり性悪ね。待って、それなら国会の気候暴走の件もそいつの仕業？その目的は何？ネゲントロピーの信用をなくすことか、注意をそらすこと、あるいはその両方だね。結果だけ見ると、テスラ博士が拘留されたせいで僕たちの効率はかなり落ちた。うわー、腹立つ。でもそれなら辻褄が合うわね。ねえボサ頭、あんたが持ってる証拠で私を解放することはできない？まだ決定的な証拠がない。だから今回の攻防調査はとても重要だ。この一連の事件を判断するためにも、十分な情報を手に入れる必要がある。その分、今回の任務はかなり危険を伴うだろうね。もし犯人の犯罪予告であれば、最悪の場合、攻防自体が罠の可能性もある。たとえ罠でも、情報のために足を踏み入れるしかない。ああ、もう、本当に嫌なやつね。アインシュタイン博士、今回の調査、ブローニャに任せてもらえませんか？いいだろう。でも相手の正体がわからない状況だ。単独行動は避けてくれ。じゃあ、ゼレもブローニャお姉ちゃんと一緒に行きます。前回の事件はゼレが調べたから詳細を分かってるし、きっと力になれると思います。それに真相が知りたい。亡くなった人に対して最低限の慰めにもなりますから。分かった。座標を受け取り次第すぐに連絡する。出撃準備をしておいてくれ。分かりました。はい。目標街道に到着しました。次の指示をお願いします。君たちが採集した土壌サンプルの分析結果が出た。例のチケットから検出したものと一致する。今なら一連の件が計画的連続犯行だと断言できるよ。作戦通り、目標の工房に向かってくれ。その工房は現在流通している全ての崩壊獣彫刻の作成元だということが確定している。工房の所有者はミラ・リーモン、有名な女性彫刻家だが、1ヶ月前に突如音信不通になった。工房内の状況はまだわからないが、武装による反撃を受ける可能性もあるから慎重に行動してくれ。わかりました。危険な任務だけど、こうしてブローニャお姉ちゃんと一緒に戦えるって思うとちょっと嬉しいね。ええ、ブローニャもゼーレの成長を見たいと思います。そういう意味の嬉しいってわけじゃないけど、ブローニャお姉ちゃんが戦う姿を近くで見れるのはゼーレも嬉しいかも。
昨晩キアナがいろいろ教えてくれました。ゼールのこと褒めていましたよ。本当に？この間はキアナの方が大変だったし、ゼールあまり役に立てなかったのに。ゼールは勇敢に戦っただけでなく、気晴らしにも付き合ってくれて気が楽になったと言っていました。周りを気にかけるゼーレにしかできないことです。キアナはいつも一人で背負おうとするから、彼女には休息とそばにいる誰かが必要です。キアナが心配だからブロニャお姉ちゃんは今回の任務を引き受けたの？そうかもしれません。嫌な予感がしましたから。予感？アインシュタイン博士も気づいていると思いますが、今回の敵はおそらく簡単な相手ではありません。どうしてかそんな気がします。え？ごめんなさい、根拠のない話をしてしまいましたね。任務を再開しましょう。ここですね。ゼール、気をつけてください。3つ数えたら一緒にドアを開けましょう。うん。1、2、3。
いる。ようこそ支配劇場へ。忠実な殉教者ミラリーモ、偉大な移住の主のために全てを捧げる。あなたは前回あった人形？下がってゼル、こいつは危険よ。逃げなさい。ちょっとどういうことなの？ゼル、ゼル、どこにいる？どうして逃げる？あのか弱い女の子よりも私たちの方がずっと同類だろ。は？何バカなことを言ってるの。気色悪い。誰が同類だって。諦めろ諦めろ。彼女はもうあなたを必要としなくなった。あの子はあなたから逃げようとしてる。そのことに気づい、本当は分かってるはずだ。ただ認めたくないだ。あなたは化け物。いつまでも、いつまでも化け物だ。化け物、化け物、黒い爪の化け物。あなたと私たちは同類だ。知ったような口を聞かないで。こっちが何なのか、あなたみたいな奴に言われたくない。当たりだ、当たり。もう一人の私、もう一人の私、どうしたの？ねえ、もう一人の私、どこにいるの？大丈夫なの？まずは自分のことを心配した方がいい。あなたみたいな偽善者の魂は支配劇場に招待される資格がない。変わった力、それがあなたの切り札。頑張ってるね。しかし残念だ、その力あまり長く使えないようだ。
そろ限界だろ。立ってるだけで大変じゃない？あなたは一体何者なの？もう一人の私に何をしたの？もう一人のあなた？いや、彼女はあなたじゃない。私たちの友達だ。もうすぐ彼女も私たちの一員になる。あなたに彼女は渡さない。セーレが守る、セーレが守るもん。おやおや、嘘ばっかり。あなたみたいな偽善者が一番嫌い。毎日心にもないことを口にして疲れないのかね。彼女だけが本物の魂。私たちと同じ匂いがする。私たちと同じでこの退屈な世界を嫌い、混沌と破滅を望んでるんだから。彼女のことを知った風に言わないで。同じこと言うんだ。やっぱりあなたの存在は邪魔だ。そうだ、あなたを殺せば彼女は私たちを拒絶しなくなるだろう。そうだ、そうに決まってる。一人の私、大丈夫。